はい、こんにちは。発酵調味料教室の早川です。前回の動画では、肌荒れとか便秘、ダイエットをしても痩せられない、月経不順などなどですね、あらゆる不調の原因がマグネシウム不足から起こる可能性があるということをお話ししました。今回は、そのマグネシウムが不足しないようにするにはどうすればいいのか、何から摂取していけばいいのか、について解説をしていきます。この動画を最後まで見ていただければ、あらゆる不調の原因となるマグネシウム不足が起こらないために食べるべき食べ物7選、食べ物以外から効率よくマグネシウムを摂取する方法というのが分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。前回の動画がまだ見てないよという方はですね、リンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをですね先にご覧いただくと今回の内容も分かりやすいかと思います。このチャンネルではですね、健康と美肌を叶える発酵食について、食と健康について、あなたの健康や美容のお悩みを解決する手助けになるお話をしています。そういったお悩みがある方もない方も、食と健康にまつわるお役立ち情報を発信しておりますので、ぜひですね今のうちにチャンネル登録をしておいていただければと思います。また概要欄に記載のある公式 LINE ですねに登録していただきますと、忙しくて体にいい食事を実践する方法を調べることもできないという方も、すぐに実践できる美容と健康に役立つコンテンツを無料で受け取れますので、ぜひ登録してみてくださいね。ということで、マグネシウムはですね、タンパク質を合成したり、筋肉や神経の伝達に役立ったり、血糖値のコントロール、血圧のコントロール、そういったことにも深く関与しています。体内で起きる多くの化学反応に関与しているのがマグネシウムなんですね。酵素の働きを助けるということもしますし、あと環境ホルモンとか化学物質、重金属、いわゆる人間の体にとって毒になるようなもの、そういったものからのダメージを防いでくれるという働きもあります。体内に蓄積してしまった毒素を解毒するとかですね、そういった非常に重要な役割を担っています。人間はですね、体内のマグネシウムが不足すると健康状態が非常に悪くなるんですね。マグネシウムが不足しているイコール不健康と言っても過言ではないぐらいなんですね。そのぐらい重要で必要不可欠な栄養素なんです。まさにですね、最重要ミネラルといったところですね。そんな重要なマグネシウムなんですけれども、大半の日本人は非常に足りていないという状況なんです。1日のマグネシウム必要量っていうのはだいたい350から500ミリぐらいは必要というふうに言われています。なんですが、日本人の平均摂取量というのはですね、全然足りてなくって、200グラムとか250ミリグラムですねぐらいしか摂取できていないそうなんですね。それはなぜかというとですね、主な原因は3つあります。1つ目の原因が、食べ物からの摂取量が圧倒的に足りていないからなんですね。野菜とかその他いろんな食べ物からマグネシウムを摂取するってことはできるんですけれども、現代人というのはそもそもビタミンとかミネラルをはじめとした栄養素の摂取自体が足りていないですし、かつですね、マグネシウムというのは体内でどんどん消費されていってしまう栄養素ですので、食べてもですね、どんどん消費されていってしまって、でそれでもって摂取量も少ないので、プラマイで言うとプラマイゼロどころかマイナスになってしまうという状況なんですね。お野菜たくさん食べてますみたいな人であってもですね、やっぱりそれでもマグネシウムが足りない状態になるってこともあります。でそれはなぜかというとですね、お野菜をたくさん食べていてもですね、その食べているお野菜が例えばその観光農法で栽培されているお野菜だったりすると、農薬とか化学肥料っていうのはたくさん使われていますよね。農薬とか化学肥料がたくさん使われている野菜というのは、その時点で本来その野菜に含まれているミネラルというのが減少している状態なんですね。なので野菜自体が栄養的にちょっと弱くなっているというイメージですね。なのでもともとミネラルが少ない状態のお野菜ばかりを食べていると、たくさんお野菜摂っているつもりでもなかなかそういったミネラル
ネラルをはじめとした栄養素が足りないという状態になってしまうわけなんですね。そして2つ目、食生活の乱れですね。加工食品を食べる機会が多いとか、甘いものとか、砂糖がたくさん使われているような食品を日々食べているとかですね、あとはジャンクフードを食べる機会が多いとか、そういった食生活を中心にしていますと、どうしてもマグネシウムというものは足りなくなってしまいます。なぜ加工食品や甘いものを食べるとマグネシウムが不足してしまうのかというとですね、加工食品にはたくさんの添加物が入っているからなんですね。保存料とか着色料とか発色剤とかですね、そういった色をよく見せるためとか見た目をよく見せるための成分、そういったものが特にマグネシウムとかのミネラルを壊してしまうということがあります。そういった添加物が入っていることによって、もともと野菜に含まれていたマグネシウムがたくさんあったとしても、加工食品に生まれ変わることによって添加物が添加されます。添加物が添加されることによって、せっかくもともと入っていたものも壊れてしまうということなんですよね。なのでコンビニの弁当とかスーパーのお惣菜とか冷凍食品とか、そういったものにお野菜がいっぱい入ってますよ、弁当にお野菜がいっぱい詰まってるヘルシー弁当みたいなやつだったとしても、そこに入っている野菜にはミネラルをはじめとする栄養素がほとんど含まれていないということがあります。そして3つ目ですね、ストレスです。現代社会はですね、ストレス社会なので、ストレスをなくすということはまあ非常に難しいわけなんですけども、なるべくストレスがかからない生活を心がけるということがまあ重要になってきます。ストレスを感じるとマグネシウムっていうのは大量に消費されてしまいます。なのでストレスが多ければ多いほどマグネシウムはどん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 減っていくというわけなんですね。食事から一生懸命摂取していたとしても、ストレスが日々多すぎるとどん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 減っていってしまうので、プラマイマイナスになっていくというわけですね。以上の3つの理由から、現代人はほぼ大半の方がマグネシウムが不足しているという状態になっているということなんですね。現状を欠乏している状態なので、不足を補うために積極的にマグネシウムを取っていきたいですよね。やはりまずは食事から摂取していくということが重要になります。それではですね、具体的にマグネシウムが多く含まれる食品は何があるのでしょうかといったところですね。不足を補うためには何を食べたらいいのかということを解説していきます。ということで、マグネシウムを多く含む食品7つをご紹介します。まず1つ目がですね、海藻類ですね。海藻類というと青さとか海苔とかわかめ、ひじき、もずく、そういったものですね。そういった海藻類にはマグネシウムが多く含まれています。そして2つ目、豆類ですね。豆はいろいろあるんですけど、大豆とかが食べやすいですよね。煮豆とかお豆腐とか、納豆とかをですね食べるといいです。お味噌を食べるっていうのもいいですね。そして3つ目が穀類です。日本人はお米を主食としていますので、白米を食べるという人は多いと思いますが、白米は精製されているので栄養素っていうのもあまり入っていないんですよね。なので白米からいっぱい栄養を取ろうと思ってもなかなか難しいです。なのでマグネシウムをちゃんと取っていきたいのであれば、白米ではなくって玄米とか、玄米はちょっと難しいなっていうことであれば、ぶつき米っていうのがいいですね。ぶつき米っていうのは五分漬きとか七分漬きというのがあるので、ちょっとぬかの部分が残っているというものですね。あとは雑穀もいいです。そういったものを選んでいただくといいです。そして次はですね、ナッツ類ですね。ナッツはいろいろありますけれども、アーモンドが特にいいです。おやつを食べる方は、おやつっていうとイコール甘いものみたいな感じになっている方も多いと思うんですけども、おやつに甘いものを食べるんではなくって、アーモンドとかのナッツ類を食べていくというのがおすすめですね。そして続いてはアボカドです。アボカドはですね、もう本当に万能な食材なので、マグネシウム摂取以外でももう毎日食べるのがおすすめです。美肌とかね、抗酸化作用とかもすごいあるので、アボカドはもう毎日食べてください。そして次は青菜ですね。ナッパです。オクラとかパセリとかモロヘイヤとか、そういったところがおすすめですね。特にオクラとかモロヘイヤのそのちょっとネバネバ系のやつもいいですし、パセリもですね、結構これ毎日食べるのがおすすめです。少量でいいので、食事の最初の方に食べると消化にいいのですごくいいですね。そして続いては果物ですね。果物はいろいろこれもありますけれども、マグネシウムが多いっていうとバナナがたくさん入っています。ということで、以上の7つはですね、
どれも、まあ、身近にあるものですので、気軽に食べることができますよね。なので、こういったですね、マグネシウムを多く含む食品を意識して、日常的に摂取していくということが重要になります。それをしていくことによって、必要最低限ぐらいまでのマグネシウムは食品で摂っていくことができるようになります。ただですね、マグネシウムを多く含む食べ物を意識して、このたくさん摂っていたとしても、マグネシウムはどんどん消費して減っていってしまうので、やっぱりそれだけでは足りないということになってしまいます。じゃあ、まあどうすればいいのかというところなんですけれども、食べ物以外からマグネシウムを摂取するということをしていけばいいわけなんですね。食べ物以外から栄養素を取るってなると、サプリメントっていうのがまず頭に浮かんでくると思います。しかしですね、マグネシウムに関してはなんですけれども、サプリメントからの摂取はあまりおすすめではないです。なぜかというと、マグネシウムはですね、食事からの吸収は結構吸収率がいいんですけれども、サプリになると吸収率が悪くなってしまうんですね。もしサプリで摂るのであれば、水溶性の塩化マグネシウムというのがおすすめです。液体に溶けやすい形の塩化マグネシウムですね。あとはクエン酸マグネシウムっていうのもいいです。そういったものであれば腸での吸収が比較的いいです。塩化マグネシウムって何かというとですね、これ身近なもので言うとにがりですね。にがりが塩化マグネシウム。にがりっていうのはお豆腐を作るときに使うものですよね。にがりは海水から取れるんですけれども、海水から塩を作るときに出る副産物みたいなものがにがりです。なのでサプリじゃなくっても塩化マグネシウムであるにがりを摂取すればいいということになるわけなんですね。にがりはスーパーとかで普通に手に入りますし、気軽に手に入れることができますし、お値段も結構手頃なので非常に取り入れやすいですよね。にがりにもいろんな種類があって、濃度の濃いものと薄いものっていうのがありますので、スーパーでちょっと多めの量で売っていて、冷蔵庫に保管してくださいっていう風に書いてあるようなものは水で薄めてあるので、ちょっとまあ薄いやつですね。なのでそういうものではなくって、なるべく原液の濃いものっていうのがおすすめです。まあその方が効率がいいです。そのにがりをですね、どのように摂取するのか、またですね、その摂取する以外にもいろいろな使い道がありますので、ここからはですね、にがりの用途についてご紹介していきたいと思います。にがりの使い方なんですけれども、まずは一つ目はうがいですね。普通にこのガラガラって喉のうがいをしてもいいですし、あと鼻うがいにもいいですね。鼻うがいってインドのアーユルヴェーダで有名なんですけれども、鼻うがいをすることによって鼻炎とか花粉症とかそういった症状の緩和に非常に効果的です。その場合はですね、水で薄めて使ってください。原液のにがりで鼻うがいするともうめちゃくちゃ痛いので、精製水とか湯冷ましなんかでちょっと薄めてですね、やっていただくといいですね。真水で鼻うがいってすると痛いんですけど、にがりを数滴入れてやると痛みがなくなるのでおすすめです。そしてあとはですね、歯磨きにもいいです。歯磨きはですね、直接原液をこの歯ブラシにピュッてつけて、それで磨くっていうことをするといいので、手軽ですよね。その原液を持っていれば歯ブラシにピピってそれをつけて、それで磨くだけという感じですね。にがりで歯磨きするとめちゃくちゃ歯がツルツルになるんですよ。本当に汚れが綺麗に落ちますし、あとは歯肉炎とか歯周病とか歯槽膿漏、まあそういった病気の予防にもなりますので、口の中をきれいにして、まあ、殺菌してくれるみたいなイメージですね。なのでにがりで歯を磨くと非常におすすめです。ただしですね、にがりってすごい苦いので、慣れるまではしんどいなっていうところはあるかもしれないです。でもすごいいろいろ効果が期待できますし、お口の中がきれいになるし、口内炎とか口角炎ですね、そういったものにもいいです。にがりには抗炎症作用というのがありますので、傷口に塗るというのもすごくいいです。口内炎とかもそうですし、皮膚の炎症などを抑える効果っていうのを期待できますので、皮膚炎が起きたところにちょっとにがりをね薄めて塗るとか、あと虫刺されにもいいですね。蚊に刺されたところが赤くなっちゃったっていう場合に塗るのもいいですし、さらにですね、虫に刺された後塗るのもいいんだけども、その前に虫除けっていう風に使うこともできます。蚊除けとかですね、それをにがりと水をちょっと混ぜたものをスプレーボトルとかに入れてスプレーしておくということ
をすると塗った部分に蚊が寄ってきにくくなりますので、虫除けスプレーとしても非常に使えます。とにかく便利ですし、まあ、万能なんですよね。そしてさらにですね、歯ぎしりとか食いしばり、そういったものにも良いです。マグネシウムには筋肉を緩める作用というのがありますので、寝ている間に歯ぎしりをしちゃったりとか食いしばりが起きてしまう方っていうのは、筋肉がギュッと力が入っている状態なので、にがりをですね、この首のあたりとかに塗って、その状態で寝ると歯ぎしりなんかを緩和することができます。噛み締めとか食いしばりとかにですね、よくボトックス注射がいいですよっていう風に言われているんですけれども、そんなイメージですよね。ボトックスっていうのは筋肉を弛緩させるっていうよりかは麻痺させるみたいな感じなんですけども、なんとなく似たような感じかなと思います。筋肉を緩めてあげるということが大事になってきます。それを考えるとですね、もしかしたら眉間にシワができちゃうみたいな人って結構いると思うんですけど、そういった眉間のシワなんかにもマグネシウムをこう塗っておくと、ここの筋肉の緊張っていうのがまあ和らいでいきますので、この眉間のシワがついついついちゃうみたいな方も、もしかしたら効果があるのかもしれないなというふうに思います。そしてあとは保湿にも使えます。肌にもすごいいいんですよ。保湿作用があります。それも化粧水みたいな形で使うんですけども、にがりと精製水を混ぜたものを化粧水のような感覚で、まあ、肌に使っていくということができますし、あとこの肘とかかかととかですね、カサカサ乾燥しちゃってるっていうところに塗るというのもいいです。そういう膝とか肘とかのかかととかのカサカサで硬くなっちゃっているところにマグネシウムを塗っているとですね、これ私実体験なんですけども、何日か塗ってると皮がどんどんポロポロめくれてきたりするんですよ。めくれてくるときはすごいちょっと嫌な感じなんですけど、めくれ切るとめちゃくちゃツルツルになるんですよ。なのでこれ本当におすすめです。毎回そのにがりと精製水混ぜて化粧水作るの結構面倒なので、面倒だなっていう方にはマグネシウムオイルという商品が売っていますので、それがおすすめです。マグネシウムオイルっていうので検索していただければいろんな商品出てきますので、すごい安いんですよ。結構まあ大きなボトルに入っていて1500円とかなんかそれぐらいで買えますので、すごく長持ちしますし、マグネシウムの原液と水がまあ1対1ぐらいの割合で配合されているものなので、マグネシウムオイルっていう名称なんだけれども、オイルは一切入っていないです。マグネシウムと水だけです。マグネシウム自体が塗るとちょっとベタベタするような感じのテクスチャーなんですよね。なのでオイルという名称になっているかもしれないですね。マグネシウムオイル1本あるとですね、いろいろ使えます。本当にさっきの歯磨きとか全部使っちゃってもいいですし、筋肉痛にもすごくいいので、足とかね、ふくらはぎが筋肉痛っていう時とかにマグネシウムオイルを塗っていくとすごくいいですし、カサカサしているところに塗って保湿っていうのもできるし、寝る前のこのね首筋に塗るっていうのにも使えますし、まあいろいろと使えますので、すごくマグネシウムオイルという商品がおすすめです。そしてあとは薄毛とかハゲですね、ハゲにもすごく効果があるというふうに言われていますので、薄毛が気になっているという方はぜひ試してみてください。頭皮に塗るんですね。以上のようにですね、皮膚から経皮吸収させるとか、皮膚に直接作用させるっていうのもいいですし、もちろんにがりを経口摂取ですねするとマグネシウム補給にもなりますので、食べ物とか飲み物に入れていくというのもいいです。食べ物とか飲み物に入れる場合は、例えばご飯を炊飯するときに入れるとか、あとお茶とか水とかコーヒーとか何でもいいので、飲み物を飲むときにちょっと一滴二滴入れるとかですね、あとは味噌汁とかスープに入れるっていうのもいいですね。まあ、そういった形で少量をいろんな飲み物とか食べ物に混ぜて摂取していくというのがおすすめです。これあんまりいっぱい入れすぎると味が苦くなってしまうので、もう本当に一滴二滴とかいうレベルで入れていくというのがいいですね。このようにですね、にがりというのはもうとても万能でいろんな用途に使えますので、まあ、一家に一本あるといいですよね。そしてですね、にがりもいいんですけれども、私がいつも使っているのは超高濃度マグネシウムという商品です。これはですね、めちゃくちゃマグネシウムが濃縮されていますので、とても効率よくマグネシウムを摂取することができます。今言ったマグネシウムオイルとか超高濃度マグネシウムっていうのはどういうものを私が使っているのかっていうのは概要欄の方に載せておきますので、そちらを見ていただくと分かると思いますので、気になる方はぜひ見てみてください。概要欄を見たツ
ついでに公式 LINE の方も登録していただけますと、にがりとかそういったお話以外にもいろいろすぐに役立つ情報っていうのを私しますので、そちらの方もついでに見てみてください。そしてですね、ちょっと話戻りますけど、高濃度のマグネシウムという商品がですね、先ほどお伝えしたにがりの使い方と全く同じ使い方ができます。なのでにがりでもいいんだけれども、高濃度マグネシウムっていうのがすごくおすすめです。要はギュッと凝縮しているので少量で効果が期待できるということなんですね。その高濃度マグネシウムをですね、舌下で吸収するというのが特におすすめです。舌下っていうのはですね、ベロの下ですね、舌の下にちょんちょんって置くという方法なんですけれども、よくお薬とかでも舌下錠というものがあって、ベロの下に置くことで普通にその消化管を通っていくよりも早く吸収されるということがあるんですよね。もちろん普通に食べ物とかに入れて飲んだりしてもいいんですけれども、そうすると喉から胃に行って最終的に小腸に行って、そこでまあ吸収されると時間がかかるんですけれども、それよりも早く直接血管へ吸収されるという機序があるのが舌下なので、即効性があるんですよね。なんで鼻詰まりがすごいひどいとか、その鼻炎がひどいという場合とかに、高濃度のマグネシウムを舌下に2、3滴垂らしてちょっと時間を置いて飲み込むっていうことをすると、スッと鼻が通ったりします。あとはパソコン作業とかをずっとしてたりとか、スマホずっと見てて目が疲れちゃったっていう場合の霞み目みたいな状態になってきた場合とかにも、高濃度のマグネシウムですね、舌下するとサッてね、視界がクリアになったりっていうこともあります。あとはしゃっくりが止まらないっていう時にも効きますね。これ結構即効性があります。しゃっくりっていうのは横隔膜の痙攣なので、横隔膜の痙攣を高濃度マグネシウムによって緩和するといったところですね。であとそれ以外にも、外食をして中華料理とか揚げ物とか、要はグルタミン酸系の化学調味料なんかを大量に食べてしまって喉が異常に渇くっていう時とかありますよね。そういう時にもマグネシウムを舌下するとすぐに喉の渇きとかが抑えられたりします。寝る前の食いしばりとか歯ぎしりとかにも、首とかに薄いの塗るのもいいんですけども、やっぱり舌下っていうのが即効性がありますね。そんな感じで本当にいろんな嬉しい効果があるのがマグネシウムなんですね。マグネシウムは経口摂取ももちろんいいんですけれども、経皮吸収も効果があるというふうに言われていますので、塩化マグネシウムが粉状になっているものがありまして、それをお風呂に入れて入浴剤として使っていくというのもおすすめですね。そういう粉状のものを使えば簡単にマグネシウム風呂というのを作ることができますので、マグネシウム風呂に入ると本当に温まり方っていうのが違ってきます。非常に温まります。なので温まるっていうことに対してもいいですし、あとはアトピー性皮膚炎とか皮膚の状態がなんかガサガサの乾燥肌だったりとか、そういった方にもマグネシウム風呂というのはおすすめです。風呂上がりの肌の感じがもう全然違ってきます。血流が良くなって筋肉の緊張を和らげてくれるっていう効果もありますので、筋肉痛にもいいですね。なので皮膚炎とかアトピー性皮膚炎、そういった皮膚症状にも実際今効果があるというふうに言われていまして、アトピーの方って海に入ると一時的に良くなるとかっていうのを結構言いますよね。それと同じような効果があるということですよね。なので皮膚炎がある方は特にマグネシウム風呂というのもお試しいただきたいなと思います。ということで今回はですね、マグネシウムが多く含まれる食べ物の紹介と、食べ物以外から効率よくマグネシウムを摂取する方法について解説をしてきました。あなたの不調を少しでも改善するために、ぜひ今回紹介した方法でマグネシウム不足を補っていってほしいなというふうに思います。今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画が少しでもためになったと思っていただけましたら、コメント欄に感想をいただいたりとか、あといいねを押していただけると嬉しいです。またですね、概要欄にある公式 LINE に登録していただけますと、忙しいあなたでもすぐに実践できる健康と美容に役立つコンテンツを無料でお渡ししておりますので、ぜひ登録して受け取ってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。